皆さんこんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張りまっするガンバマサルです。さて、今回この動画ではヌンチャク動画をかっこよく撮るためのコツをちょっとお教えしていきたいと思います。あんまり教えたくないんですけども、せっかくですから皆さんかっこいい動画撮りたいじゃないですか。そのことをちょっと教えていきたいと思います。ではまず、というかこれが一番大事なんですけど、カメラのアングルですね。皆さん、おそらくなんですけど、せっかくだから全身入れたいじゃないですか。そう、その方がまあね、いいんですよ。なんですけど、あんまり自分の動きに自信がない人、つか足の位置がちょっと変な人とかに行ったりしますけども、その場合、かっこ悪いところがバレバレになっちゃうっていうのがあるんですね。だから動ける人はいいんですよ。そう、かっこよく動ける人はいいんですけど、いまいち自信がない、だから自分で言うとかっこいいなんだよなっていう人、足いかないもんね、いかも切れないんですね。で、次になんですけども、アングル、まずまあこの足を見せないようにするにはどうしたらいいかって言ったら、できるだけバストアップ気味で撮ると。で、もう一つあるんですけど、まあカメラこうあるんだから正面にこうやりたいじゃないですか。まあ、これはこれでいいんですよ、かっこいい。ちゃんとできればね。ただし、この真正面のアングルって動きの荒がめちゃ目立つんですよ。例えばだからこう、なんか少ない方を見て死んでんなとかっていうのがバレやすいっていうのがあるんですけど、それをじゃあどうごまかすかというと、まあ最終的には自分の技術にはなってくるんですけど、ごまかしやすいアングルにするとこういうアングル、わかります？そう、今カメラがここにあったとして、真正面を向くんじゃなくて、カメラの斜め後ろかな、カメラですね、を見てもらうっていうところ。あとは引き手の肩をカメラ側にするとかっこよく見えるんですよ。まあでも実際にね、なんだろうな、体もちょっと広げて見てた方がいいっていう場合には、まあこっちの方がいいんですけど、これこそ体のあらすごく目立っちゃうんで、それを隠すためにあえて肩をこっち側に、引き手の肩をこっち側に見せてるってことなんですね。で、目線はあっち、そう、こう向いてたらおかしいですからね。なので、あっちにターゲットがあると思って、あっちを見てもらって、してみて、そうです、正面の場合、まあ、正面は正面でいいと思うんですよ、しっかり体幹キープできたりするんですよね。でも、見え方としてはこっちの方が役所感が出そうかとかあって、早速ないですか。まあ、僕の好みかもしれないですね。ってことあとは、まあ、そのもう一つとかいうところで、絶対に体ぶらしてほしくないんですよ。これね、ほんとかっこ悪くなるんで、うん、そう、なので、まっすぐ、できるだけまっすぐキープしてもらって、しっかりとこの頭から股間にかけて、ズボッとなんか刺されたみたいな感じで、軸をしっかり作って、あっちがいいですね、こうならないの、これだとね、このアングルでもごまかしきれないんですよ。しっかりとキープ、お腹に力を入れても大丈夫ですっていう風な具合で撮ってもらうとかっこよく見えますので、ぜひ皆さんもね、どうしても動画撮ってみてかっこよく見えないんだよねっていう人は、このアングルと、あとはしっかりと軸をっていうことを意識しながらやってみてください。では今回はヌンチャク動画をかっこよく撮ってみましょうっていうのについて解説でした。じゃあ最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。